腕虫、腕虫、腕虫、及び、腕虫類、ムムチ類、アンバリープイガドは、ハサミカクアモン、クモ型ズナの腕虫目、ムムチ目、アンブリピギーに所属する節足動物の総称。扁平な体に細長い足と腕のように張り出したフレッシュを持ち、クモ型類の中でも特に独特な姿を持つグループで、ある。クモやサソリと同じくクモ型類であるが、 腕虫はどちらにも属せず、蜘蛛型類の中で、自ら独自の目を構成するグループである。しかし、様々な地域の腕虫への呼称は、蜘蛛や、サソリと名付けられることが多い。学名、アンブリピギーは、鈍い尻を意味する。これは禁煙であるサソリも土器に対して、無知のような微説を書くことに由来する。英語名は学名にちなんだ学術的な総称、アンバリープイガドの他に、 ホイップスパイダー、無チのあるクモ及び、テイラス、ホイップスコーピオン、尻尾のないサソリもどき、無チサソリという通称が一般に知られる。また、中国語とインドネシア語にも似通う意味にちなんで、前者に無ク雲及び、ムオ無チサソリ、後者にカラセマキと呼ばれている。和名は、腕虫と無ム,ムチ類の他に、カニムシもどきもあるが、カニムシとは、 形態的類似性は低く、系統的にも禁煙ではない。また、カニムシもどきはこの類の一種チャロングレイの和名でもある。体長は数センチメートル以下、天足は種によって5センチメートルから17センチメートルまで及ぶ。頭部は副肺に扁平で、前からだ、頭胸部と後からだ、腹部に分かれる。雲ほどではないが、前、 体と後体の間はややくびれる。蜘蛛のような独占とで糸能力を持たず、外骨格は分泌物の顕微構造により、発水性を持つ。腕のようなフレッシュと無知のような細長い第一脚が最大の特徴である。性的二成は比較的に不明瞭で、生殖口外の形状から雌雄を判別できる。メスに比べて、 オスの後体はやや幅狭くフレーシュは長くなる種類もある。全体、頭胸部は平たく、ハート型の廃校に覆われており、単眼は前方中央1体、中眼と左右に3体、側眼を持ち、目が退化した種類もある。他の蜘蛛型類と同様、前体の付属子、関節子は6体あり、ハサミ角1体、触子1体、および付脚4体からなる。 全体複足の中心には四節に分かれた小さな腹板がある。ハサミ角は消去子を持つ鎌状、アハサミ状に近い構造で小さく目立たない。和名の示す通り、フレシの桃節と膝節は腕のように左右に張り出し、発達な鎌状になっている原始的なパラチャロン時代下では、節と膝節は短く、フレシ全体が垂直に折りたたんでいる。内側は、 トゲが並び、小動物の捕獲に向いた作りとなっている。触手の先端、武士は、水黒い用の専門構造があり、これは、腕虫に、特有の派生形質の一つである。体に対して、足は長く、大きく、横に張り出し、足高雲のように関節が、前方に向いている。膝節と形節の接続部は不可動で、天敵などに襲われた場合は、 ここが、地切れの割れ目として役に立つ。中でも、第一脚は、無知のように特殊化し、極端に細長く、無数の節に細分されており、歩行には用いず、触覚らしい、感覚器官として用いられる。この第一脚を左右に伸ばせば、最長のものは、端から、端まで60センチメートルにも及ぶ。残りの歩行用の第二から四脚は、もとぶし、 桃節は丈夫で、残りの部位は細くなり、節は三節に細分される。第四脚では、形折の途中も三節に細分される。養成段階や、基盤的なグループでは、その先端は、吸盤として用いられる爪看板、爪看板、プルビリーがある。あと体、腹部は十二節からなり、微節はない。幅狭い第一節、腹柄と小さな後端三節、ビブ。 パイジェディアムを除いて、ほとんどの節の副肺の外骨格、聖板と腹板に一体のへこみ、内突起がある。二体の諸肺を持ち、それぞれ五体、第二と第三節の腹面両側に配置される。そのうち五体、第二節の諸肺の間は、生殖口と一体の生殖子を覆う一枚の生殖口外がある。腕虫は発達な神経系を持つ。受要細胞と、 中枢神経節につなぐ大きな介在神経細胞を持ち、高速な神経伝達に適している。脳の成功に折りたたんだキノコ体は、同比率で節足動物最大ほど発達している。このような発達な神経系は敏感な感覚や基礎性など複雑な行動に関わっていると考えられる。雲などと同様、食道の後ろに9位、ウイ。キュウイ サキングストマックを持つ。腕虫は肉食動物であるが、けばけばしい外見に反して、普段は正常はおとなしい。夜行性で、昼間は物陰に隠れ、森林の朽木の隙間や樹皮状、ホラー穴などに生息する。他の動物の巣穴に宿り、縮主と語り共生の関係をなす種類もいくつか記載される。種によって異なるが、鳥類、哺乳類、サソリ、 およびあり、刺し針りあり、ロありなどの社会性昆虫の巣穴生息することが知られている。文献記載と研究は多くないが複雑な習性を持つことが知られている。同士間の交流は可能で、いくつかの種類は集団生活を送る、個体を識別できる、単純な社会性を持つことが確認できる。その他、触覚への学習、縄張り意識、闘争行為、 稀に友食いなどの習性を持つ種類が知られている。全歩きは可能であるが、左右に向けて横歩きが得意とされる。普段の動きは緩慢であるが、捕食と闘争の場合は迅速に動く。視力は貧弱で、無知のような第一脚で、周りの環境と獲物の行方を察する。この足は他の個体との交流も役に立つ。主に昆虫や、 他の節足動物などの小動物を捕食する肉食動物であり、場合によってはトカゲやハチドリなどの小型脊椎動物も捕食できる。一部の種類は水生、エビなど内臭空中、ハムシなどの獲物を取ることに向いているように見える。また、コウモリの意外を接触する報告例もある。天敵は大型トカゲなどの爬虫類やコウモリなどの小型哺乳類が挙げられる。 雲やサソリなどに捕食され、寄生性のダニ類とハエ類に宿主とされることも知られる。危険を感知すると素早く、現場から逃げ出すほか、自衛手段には足の磁石と威嚇がある。過剰に刺激され続けると、フレッシュを開いて威嚇姿勢に入る。それでも相手が止めない場合は、フレッシュで相手に刺す。繁殖行動は、求愛やコインダンスを行う種類が知られている。 多くの蜘蛛型類と同様、真の交尾は行わない。オスは、縦長い精査矢を排出し、メスは生殖しでそれをつかみ、生殖口につけて、降雪を完成させる。種によって10から90個の卵を産み、卵塊として、メスの後体の下に張り付いて保護する。不可護の妖精は、メスの後体の背中に上り、単独活動できるまではそこで過ごす。 妖精は特にフレシの部分は赤くて生体より派手な体色を持ち、成長に伴って地味な色に変化するものが多い。また、脱皮直後の体色は鮮やかな種類も多い。一般のクモがたるいとは異なり、生体期は生活感の大部分を占め、死ゆともに生成塾を迎えても脱皮を続けて成長する。多くの種類の寿命は不明であるが、 飼育下では10年以上に及ぶものがある。地切れなどの経由で失った足は、次の脱皮で再生する。奇層性、気化性を持つが、その仕組みは明らかになっていない。これは、奇層性を持つ他の節足動物と同様、発達なキノコ体に関わっていると考えられている。いくつかの実験により、縄張りから10メートル離れたところへ移動されても3、番以内、しかも、 ほとんどが一晩かけて、元の縄張りに戻すことができる。日本には分布しないが、世界中の熱帯地方に中心として広く分布し、温帯地方に生息する種もいくつかある。雲型類の中で、腕虫目は、サソリモドキメと、ヤイトムシ目を含んだユームチ類、ユロピーニーの姉妹群となり、共に、アシュヒゲ類、ペデパルプイを構成する。 この分類群はクモメと姉妹群を同じ、さらに四肺類を構成する。腕虫のこれらのクモ型類との共通点は、初肺の数は最大二体、不足の元節と転節の構造、有無地類と同じく間隔器官に、特殊型第一脚、補脚状のフレッシュと三節に細分される、第二から四脚の不節を持ち、クモと同じく球位とくびれる後体第一節、腹柄を持つ、 などが挙げられる。腕虫目は雲がたつなにおいて比較的に小さなグループである。パラチャロンチダエか、ヒメウデムシか、チャリニダエかニムシモドキか、チャロンチダエオニウデムシか、フリニキデウデムシか、フリナデイノコ科からなり、124属190種があると推測される。爪看板のウム、全体の腹板の大きさ、触手の棘ハサミ角の内ち場、 生殖子の形態などの相違点は、海分類の同定形質として重要視される。原生群の中で、パラチャロン地代化は最も基盤的で、ペイリアンバディープイギーとして、他の原生腕虫類、ユミウリープイギーから区別される。ニディステタースサに属する、腕虫は、フレシの武士と先端の爪は融合している。派生的な姉妹群であるオニウデムシ化と、腕虫化はフリノワディア。 およびアプルビラタを構成し、爪看板の内第2から4歩脚の武士と3本の内葉を持つハサミ角を共有派生形質とする。原始的な腕虫。原尊種はギニアビサウ固有種であるパラチャロン、カエクスのみが知られる。背甲の全部は縦長く、フレシの角度は垂直に近い。フワシの武士は爪看板を持つ。触手の武士はトゲがあり、 先端の爪と融合しない。ふわしの武士は爪看板を持つ。触手の爪は武士と融合しない。東南アジアを中心として広く分布する。腕虫目の中で最も種数の多いトガである。フレシにおける配側のトゲ列は2から3本の大きなトゲと数本の小さなトゲからなる。ふわしの武士は爪看板を持ち、生殖種は柔軟な指状構造である。 スタイガフリーネス属をも含む場合、本群は、期待系統であると考えられる。主に東南アジアに生息する。ミランダやある、2018は、スタイガフリーネス属のタイプ種である、スタイガフリーネスキャバーニコラを、カッテジアスプセラスのシノニム、動物異名とみなしている。これによると、同族である他の九種のカッテジアス属への再分類がなされている。 フレシの膝節における背足の棘は先端に集約し、手のような造形をなす。ふわしの節は、爪看板を描き、ハサミ角の内歯は三本。他のトガに比べて前体の腹板は発達である。主にアフリカに生息する。オニウデムシカと同様に、ふわしの節は、爪看板を描き、ハサミ角の内歯も三本であるが、オニウデムシカに比べて前体の腹板は小さい。 ヘタンフリーネス属を除いて、フレシの膝節における背属の棘は5本以上を持つ。主に、アメリカ大陸に生息する。その奇妙な外見から、危険な生物と誤解されることもあるが、無害である。人間の生活とはほとんど関わりのない動物であるが、しばしば熱帯産の大型クモ類や、甲虫類と同様に干渉用に飼育されることがある。中でもタンザニアを腕虫、 デーモンジアデマはよくペットとして流通し最も広く知られる腕虫の一種である。2016年で新たに記載されブラジルに生息するカーイネス属の8種の腕虫はそのうちの4種が水力発電や工業などによる生息地の破壊から絶滅危惧の状態をもたらしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。